怒ってます。いやもうだいぶ来てますよ。いやこれほんでも分かると思うんですけど、何の指示も聞かずにペッてすぐ打ったりしたりねそういうことしちゃうんですよ。一緒にタッグ組むのやっていくのきついなっていう不満があります。やばい、本当にいけない言葉しか出てこないな。一回吐き出してみます。一回吐き出してみます、うん、まあ、抑えて言いますね、うん、いやもうほんと、ポンコツ顔面蒼白女ですよ、本当に。ポンコツ顔面蒼白女ですよ、本当に。はい、集めました。今回はペンペンさん、そしてクロスケさん、そしてタラちゃんさんですね。タラちゃんさんに関してはペンペンさんといつも一緒にやってはる人ですし、クロスケさんもねゲームウィズでの、モンストの攻略班をしてはる人なので、はい、意外とその、まあ、直城さんでフューチャーされがちですけど、クロスケさんがなんだかんだうまいかなと僕はね思うわけですよ。今回はゲームウィズのシロさん、ゲーム8のケイドラさん、そしてタックスさん。ケイドラさんは結構最近動画で注目してて、でタックスさんもツイッター上でも結構活躍してるなっていうのがあったので、この3名に協力してもらって打ちのめしたいと思います。絶対勝つからな、ポンコツ顔面蒼白女。いやみたいな頭仕上がって絶対負けないからな。これ本当ですか？ EX VS 川家マルチ対決。はい、ということで2人睨み合ってますかね。睨み合ってるんですけども、昨日の夜12分は喧嘩したから喧嘩をね、今回2人が喧嘩しているということで、その決着を注目ストライカーを迎えて、ちょっとねモンストで勝負で勝敗を決めたい、ね、中の人ですからね、ですね、はい、なっておりますということで、まずですね皆さんご紹介したいと思います、はい、注目ストライカーの皆さんです。まずは DX チームから。 X ランクの中の人 DX 推しモンスターはメジロです。はい、ちょっとシロさん。ジャミズのシロチャンネルシロです、よろしくお願いします。推しモンスターはアラファイル中心化です。はい、お願いします。進化前です。そして続いて、あ、タックスです。はじめまして、よろしくお願いします。押しモンスター。やめた、拍手大事。やめようかなって。タックスです。好きなモンスターは天国クリエイの獣神化です、よろしくお願いします。はい、お願いします。かわいい。はい、そして続いて、はい、ゲームウィズのケイドラです。好きなモンスターはグリーンのカミカです。あの英雄のショーも使ってます。お願いします。こちらも初めて。さあ続いて川家チームいきましょう。はい、X ラークの中の人ベイビー川家でございます。推しモンスターは獣神化のケットシーでございます、よろしくお願いいたします。はい、どうもこんにちは、ペンペンです。好きなモンスターはジキル&ハイのカミカです。おー、ブレラー。さあ続いて、はい、ゲームズの、クロスケです。好きなモンスターはアリスのカミカです。おー、よろしくお願いします。はい、タラちゃんです。はじめまして、よろしくお願いします。自分で言うの、好きなモンスターは、ミカエルの獣神化です、よろしくお願いします。お名前はね、カミカミですけど。メンバーが揃いました、はい、じゃあテルーマルール説明お願いします。はい、今回のルールバトルは全3回戦で行いたいと思います。はい、ここはちょっと継承略で読ませていただきますけど、うん、まず第1回戦、ケイドラ&タックス VS、タラちゃん&クロスケで、モンストスタジアム演劇の教団のタイムバトルをしていただきたいと思います。ダブル第1回戦ですね。はい、もう最初からやばいね、もうこの公式初出ていただく方々ですよね。みんなフルで使っていかこう、こんな使い方でいいんだみたいな。ガチでやっていただくという、はい、同じ演劇の教団でやっていただきます。そして第2回戦は
出てきますね。大将リエックス&シロ vs 川家&ペンペンで黄泉の主催者イザナミのタイムバトル、イザナミですね、おなじみのイザナミのタイムバトルをしていただきます。こちらカヤちゃん環境をね使ってやっていただくということでございます。そして3回戦最終は4対4、もうフルでね戦力全部使っていただいて、アバロンのタイムバトル、アバロンで決着つけてもらうと、アバロンタイムって書いてありますけど、タイムなんですね。クリアは当たり前ってことですよね。そうですよね。そうですよね。見てください、私の3人集強いんですから、ね、でも介護しきれない可能性があります。さあということで早速対戦に挑みたいと思います。まずは演劇の教団へレッツゴーゴーゴー。はい、ということで1回戦の準備が整ったようなんですけども、はい、ここでなんかですね、あの先ほど説明しなかったんですけども、はい、負けたチームですね、うん、負けたチームには罰ゲームが、罰ゲームやっぱりと、まだ聞いてない、まだ聞いてないのある罰ゲーム、そうだかもしれない。負けたチームは推しモンスターのストライクショットボイスを全力でやってもらう、なりきるわけですね。先ほど皆さん言ってた、さあということで、ゲーム画面見ていきますか。パーティーこんな感じです。これサンタンがね、うん、グランプリでねこうおなじみのステージなんで、ね、パーティーなんか今回ピックじゃないんで、そうですね、あの各々好きなキャラ使っていただいてるんですけど、うんうん、サンタンはねあんまり見なかったんじゃないかな。全然見なかったもんね。見なかったもんね。どういう意味が込められているのか、どうするんでしょうかって感じですけど、破格です。破格です。皆さん一緒にお願いします。はい。3、2、1、スタート。観客ほとんどいないですからね。楽しく行けばいいよ。楽しく、パーティーがね、この同じようなパーティーでやることってあんまりグランプリなかったですからね。うわ、大事だよ。あ、ここはもう蹴られたものですね。楽しく行けばいいよ。ほぼほぼ同じ位置。オッケー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 。練習してきますよね。サクス君かわいいよ。さあ、これがどうなるか。これがどうなるか。この人がどうなるんでしょうかね。うまい。シリウスとここですよ。やばい、そう、うまいですよ。どっちもリトルなんで、まあ、サンゴ処理しよう。まずはですよ、さあ、ここでサタンとノアなんですよね。どうなるんでしょうか。サタンはこう、キラーレスで映ってるよ。キラー聞いてるんで、さあ、ここでも両方一緒ですね。まだ0秒ですよ。これノーミス。さあこれキャラがね。さあここでサタンに。これでした。さあここで。まだそんなにですよ。そうですね。まあちょっと位置取りを今ねミスったかなみたいな声聞こえてきましたけど、そんなにね、そんなにじゃないかな。大きくは感じました。さあそしてここでブロックを回転して。いやー。これすごいです。さあここしっかり処理しましたね。そうですね。さあここさちょっとつきそうですが、さあここで一手で抜ければ、タルタンが一手で抜ければ。おお。抜けれない。さあここで差がつきましたね。やばい、ここで差がつきました。リエックスが先にボスに行った。そうですね、ボスに行った。はい、レベル立たない。非常にレベル立たない。一歩に入れていただきたい。まずじゃないの、一発分。今1手8秒つきましたね。この1手差がどう出るか。さあサタンは16番ヤシトレ。まあ次冷静戦いきますね。さあここでどうなるか。さあここで嫌われます。さあ外出てしまいました。ダルジャー両チームともね、そこまでダメージが入らない。そうですね、ちょっとザコの処理で言うと、やはりリエクシームちょっと一歩リードかなという感じ。しかもこれね、さあここでしっかり今日は立って中入って抜けてきました。このダメージ、おっとノアで今言ってましたね。もう使って、さあこれほぼ並んだんじゃないですか。並んでますね。まだほぼ互角ですね。さあシリーズの中に入って、ギュ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 ッと中入って、ローガンは逃げろって。おっと、これまた逆転しました。またリエクシーム逆転して、オッケー。逆転、ネプティスも逆転使いつつですね。ナイス。この形で弱点が来ました。決められるのか、決められるのか、決められるか。さあ急に押さえ、これが決まれば終わらないですが、オッケー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 オッケ
ってぐらいでしたよね、本当は。そうですよね、着着点来てましたし。来てた。いやー、マジか。ちょっと待って。危ねえ。一回見たからレベルが高すぎて。そうですね、まあ、ビッグスケールがないんで、もうお互いゲストメンバー。ビッグビッグ。はい、ということで、改めまして1回戦はカワケチームの勝利となりました。はい、ということで2回戦の準備が整ったようです。ここからはですね、開発端末を使ってプレイしていくということで、身などはね、ついておりません。そうですね、ヨダみたいなね、熱い戦いを、はい、期待しております。ということで、ヨダダミは最後に出たタイムで、あ、なるほど、確かにね、ちょっとね、違うかもしれないね、はい、スタジオもないんでね、決めたいと思います。はい、落ち着いてやっていただきたい。行きましょう、行きます、せーの、3、2、1、スタート。第2回戦始まりました。はい、さあ、運もね、多少入ってきちゃうかなと思いつつ、はい、やっていただいております。皆さん、ここでアドバイスがやばいですね。さあ、ここもモーツァルトですね。モーツァルトと残り、さあ、DX チームは残ってしまったので、1手。そうですね、でも上がんないからこれね、はい、タイムなんで、全然タイムなんで、ね、まだまだ分からない、まだ分からないですよ、打つスピードとかもありますね。さあ、ヨダミとテキーラ、そしてモーツァルトでこのダメージですね。カワケチーム2回パーフェクトでもう、はい、抜けております。非常に早いです。非常に早いです。さあ、これちょっとテキーラしたくないですけど、あれ、ちょっとリュックチームで理想は敵に負けっすね。大丈夫です。重力バリアではないキャラクター、まあ、友情要員がいるので、そのあたりの動きですよね。物価だと、そういった友情にどう当たっていくかっていうのは結構か、ゲージ外してもいいですけど、まあ、逆に声も縮められるってことですね。そうですね、あえてわざと左寄りっすよ。さあ、お互いね、しっかりこう声出し合いながら、こう当たりたいんですが、しっかりモーターズに当たります。今のはイデバンは、イデバンはしょうがない。はい、あのね、声を掛け合って、そうですね、やっていただければと。もう身の乗り出しかない。集中力がやばいですね。そうですね、しっかりテキーラも配置してというところで、高さ中央ず抜けて、はい、いきます。川口チーム、川口チームが10秒です。1分10秒、はい、そういうもんですか。こう、あ、やっぱ旧時代の新時代はやっぱこういう感じ。新時代はこの速さで、あわお。さあ、これも見据えて配置してますね。さっき入れ番しなかったら、ハネスで終わってたんで、たぶん光、ちょっと入れ番もあったかなみたいな話が。さあ、ナポ抜けていきました。ここどうでしょう、秒数1分23秒、13秒ですかね。まだまだ分からない。さあ、分かんないですよ、これはまだまだ。今、ニクルちょっと話が変わりました。ここどう抜けていきましょうか。さあ、ここで逆転できる。はい、ここで抜けたんじゃないでしょうか。さあ、今じゃないですか。おっと、もう神様って今、秒数分かんないですから。ボスに1分37秒で入ったってことですね。はい、もうね、アドバイスがすごい。すごい、一方、川口チーム、後ろ黙っちゃってますから。いってる、いってる、いってる。喋っていただいて、大丈夫、喋っていただいて、大丈夫ですよ。ここで逆転してますね。逆転しましたね、今ね。1.54 で。逆転しております。まだまだ分からなくなってまいりました。しっかり配置してますね、川口チーム。テキーラ、モンモン追いかけて。いや、俺当たり剣もワンウェイですよね。ワンウェイじゃないです、ワンウェイ、ツーウェイ、ツーウェイ、いや、ワンウェイです、ワンウェイ、ツイン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 ワンウェイ、左から上行きたいですね。ちょっとやっぱここの有力あれですよね、重力バリ引っかかっちゃうやつら、ナイス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 。さあ、しっかり上ハマってきます。そうですね、今ボスの FP 見るとあんまり変わらなそうですね。さあ、ここからどう動いていくのか。ただ、配置が上手なんでね、ボスを倒してしまえば負けられるんで、配置が早くなりやすいので、これやばいの、39秒。おっと、おっと、3人動けないもんね、3回動けない。危ない危ない危ない。助かったんでね、ワープくれる横番で。おっと、ちょっとちょっと待ってください、ちょっと待ってください。これちょっと、一応見るだけ見ますか。これもしかしてダウンする可能性ありますか。これダウンしたらやり直しですよね、おそらくは。おそらくはやり直しです。やり直した方がいいでしょ。やばい、結構やばい。ダウン、配置が悪すぎな。ダウンを見せて、やばい、ダウン対決なんだ。ただ、こっちも結構ね、これダウンになった場合はカットです。やばい、おっしゃ、
さあ、しっかりハート取って。ただ、まだ生きてる。ハートがあります。何の戦いですか。削り切った方がいいですよ。タイムですよね。クリアするかしないかでね。何でも勝ててもいいですし。負けないですよ。どっちが早く負けれるかないか。いやー、それ、あ、これ多分やばいっすね。これ抜けないと思うんで。まだ攻撃ないですね。ないですけど。ワンチャン剣持ってるモーツァルトとかって感じ。そう思ったら抜けますよね。いけますよね。あー。いやでもこれ、なんか勝っても、なんかもうこれ見てて。仕方ないからもう一回します。これ、遅いですよ。もう遅いですね、確かに。この思ったタイマー出てないですね。なんか、あの、見たかったタイマー出てない。一応、あのクリアまでもし行ったとしても、お二人が不服であれば、もう一回するんですけど。まあこのまま上がっていいのかみたいな。そうです。お二人のやっぱ名誉とか。名誉だな。ピンさんは別に大丈夫ですよ。私だったから相手が。いや。でもペンペンさんたちの名誉っていうよりシロさんの名誉です。しすぎて、はい、若干ね、うん、でももう普通に行きます。飲んのがいまいちこう仕事しきれてない感じで、ね、やべえな、当たるとこれ、本当にやばっ、しっかり弱点入ってますね。なんか言うね、そこらへんに。もうだったら弱点なくても100枚以上持っていきますから。よし、非常に強い。さあこれでナイス、しっかりと。いやまたお願いします。でもね、こういうの見たいんじゃないと思うんだよね。でも一応ね、決着どうしましょうか。まあ、早い方勝ちって言ってたもんね。カクさんどうしますか。じゃあもう勝ちで勝ちはもらいます。もう2勝しちゃったんですけども、はい、これどうしましょうか。これアバロン、まあね、昼間からもうアオラ居酒屋に行ってもいいんですけど。でもみんなアオラ見たいと思うんですよ。まあ確かにね、やっぱ4人のね、確かにね、見たいでしょ。まあまだね、せっかく来ていただいたのにちょっと完全燃焼ですよね。そうそうそう、これ確かにね、特にシロさんなんかもね、特にシロさん全敗かもしれないだけで。アバロン勝ったら勝ちにしましょう。アバロン勝ったら勝ち、アバロン勝ったら勝ちにしましょう。マジか、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 おかしいな、これ。なんかモンストって4人だもんな。4人だし、確かに確率がやっぱ、いや、なんかこっちのチームがやっぱ一応勝っていただいてるんですよ。それはちょっとあれだなと思うので、譲歩してですよ。譲歩しましょう、譲歩しましょう。確かにアバロで負けたら、確かに罰ゲームはします。おお、はいはいはい。ただそっちのチームもしていただきたい。ということで、じゃあ3回戦アバロン、まあ、リクチームが勝てば両方罰ゲーム、そしてカメチームが勝てばリクチームのみ罰ゲームということで、予定通り罰ゲームということですね。では準備をお願いいたします。はい、はい、ということで準備ができました。パーティーはこのようになっております。割と近しいメンバーですね。そうですね、ヤタガラスとロブックス重心化の違いです。あと順番がちょっと違うかな。はい、うん、これがどうなってくるのかと。あら、怖い。大事な1ステアでいいよ。大事な1ステアでいい。ノブックス、出てない。ノブックス、ノブックス、楽しみだよ。ありますよ、ノブックス。どうなの、負ける可能性あります。確実ですからね。ノブックス、ずいぶん旬なキャラを使っていきました。どうなんでしょうか。まずね、皆さん、全然しっかり。さあ、こちらもしっかりしてくださいね、リックス。ワープが展開されまして、
めっちゃ笑われてるんですけど。すごい笑われるんですけど。こちらもタイムなんで、あのまあこのね画面上ちょっと差がついてるかもしれない。ガイド。最後ですね。ガイド。ガイドです。楽スキル出る可能性ありますね。確かに、はい、この開発環境ですが、まあ、常設やってて楽スキルはそのままの人が出ると思いますよと。完璧やで。さあ、はい、言っても完璧やで、はい、抜けております、はい、さあ、オブックス始まりなんでワープ受けません。素晴らしい。こちらも4手抜けで、うん、追いかけてまいりました。横か。さあ、素晴らしい。ゲージ切るとかやめよう。完璧ですね。今ゲージ切っちゃった。時短のために切れるのだ。さあ、ハーマニーいきます。リエックス、さあ、川脇ガイド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 ガ全ての予定が狂った。全ての予定が狂った。さあ、6人返ってくるから、ここでマーブ入ってますね。ちょっと死ぬまで。ちょっと死ぬまで。さあ、プレミアム。ここ早く抜けたいは抜けたいんですけど、ちょっと SS がね、たまらなかったりするんで、まあ、多少。多少グダウマも必要かもしれない。さあ、リエックスチーム入りました。しっかり入って入ってましたね、中心にしっかり。カケチームはね、1体しか倒せなくて、今ちょっと。あ、なるほど。下りました。グレームは避けられましたね。そうですね。はい、グレームは非常に強いんでね、一人によって下に下に下に煮込みますかね。さあ、リエックスチームはこっちが見えかけておりますね。ちょっと、そうですね。はい、下に。うまい素晴らしい。今のが素晴らしい。すごい、すごいこれがサラちゃん。下の上、下これ。さあ、そしてノボクス始まり、しっかりノボクス開始です。うまい、オーケー。さあ、いいダメージ。さあ、回復されますが、まあでもね、もう一回はまれれば。さあ、ここで押し込めるんでしょうか、川木くんが。さあ、そして攻撃ターン数が非常に1人バックですね。さあ、大丈夫です。しっかり倒して、じゃあ、ドナテロの攻撃もあと1ターン。うまっ、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 非常にリプレイが絶妙しますね。カワケチーム、ここの余裕がね。さあ、しっかり中央層倒しました。ここで抜けていきます。さあ、リクシーも追いかける。そうですね。下、すごい、完璧ですね。なんとまだですね、あ、アンテリテンの SS 視野に入れた方がいいよ。中ボス狙いだけ、とにかく、そうですね、時短を狙って。さあ、しっかり弱点下来てたので、はい、ここはいいですね。とりあえず、さあ、ここはノックスがワープ座れちゃうので。そうですね。 OK! プレイヤーにしっかり出ましたね。素晴らしい。 OK! いいんじゃない。ワープもやってますね。どこまでやってまいりました。まだまだ逆転可能じゃないでしょうか。おっ、さあ、追いやりということで。さあ、くじ、SS どんどん使います。まあ、たまりますし、最後たまってきますし、時短というよりは非常にいいんじゃないでしょうか。結構追いついてきてるのかな。いや、ここ抜けてきますね。さあ、バトル1個の的差が、これ倒せれば、倒せれば倒しました。なんと、さあ、4分28秒、リチャータイムは4分34秒、6秒差です。さあ、詰めてますね、これ。非常に詰めてきましたね。
俺はいい勝負になってる。さあ、ワイボスに入ってきた。あ、逆にか。多分、イザナミよりか安定してる。いや、でも、イザナミって両サイドかなり危ない。イザナミより危ない。左下、左下の枠出よ。左下の枠出よ。左下の枠から攻めてね。左下、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 左ここで当たらないんだ。この入れ歯がひらめいたくなるな。申し訳ないです。いやいや、しょうがないです。あ、上に当たりましたね。まあ、ちょっと平さん当たるけど行ってしまったかなと感じです。ただ、処理をしっかりしていきますと容赦してるから。さあ、いいダメージ入ってますね。しかし、ハートが出ないので、どうなるのか。見てろ見てろ。ナイス。さあ、ここでまさか、まあ、平さん跳ねられてましたね。たまりはしたんですが、ダメージちょっと出づらいというか。いや、狙ってましたね。さあ、これグネビア。グネビアは下にいよう。それで拾ってく。オッケーオッケー。素晴らしい。やめてたと。しっかり友情コンボ拾います。すごいですね。コブックスの動きがすごい。抜けられないか。無理か。抜ければしないですね。しかし、横前ので無理上がったりやって。抜けて。さあ、対してリエクチームがちょっと HP が心配かという。そうですね。やっぱり乾いていない。さあ、これ SS 打って抜けたい。これさ、強い。信長ね、もう次打てるんや。まだ打てない。すごくね。やばいね。これ抜けてきました。使いましたね。高田先生、非常に強いですね。弱点目の前を打って非常に軽いですね。そして、先ほどね、中央で使ってみました。ボギャートされてる。16ターン。1個目16ターンなので、すぐ溜まると。打てちゃうんですね。さあ、まだ打たないですね。まだ打たない。出てきていくよ。まあ、2個目溜まって最後に打ってください。まあ、ほぼほぼ今またちょっとね、並んでますね。そうですね、だいぶまた並んできましたよ。ちょっとわかんないけど、またこの辺りから特に最終ですよね。ちゃんとね、ちょっと間違えるとやれちゃうんで。さあ、ここどうしようという感じですね。ハートを取るんですか。これゲルでやるわ。見ていたんですね。横触りね。いや、非常に痛いですね、今のは。さあ、グネビア1回。さあ、グネビア死にそうだよ。ハート取れません。さあ、攻撃はまだ。しかも、勇気出ましたね。大丈夫ですか。大丈夫ですか。さあ、縦カーン。配置待って。待って。上から。回収は失ないで、後ろっこ抜けますね。いや、別に。いや、別に。支援打てるし。支援打てる。タイムだから調整だ。下大丈夫。いや、これ多分クリアすれば勝てる。タイム的に。おっと。だってまだゲージ全然。収まる収まるでもこれ非常に冷静。さあ、戻っていく。これ遅延。進出する。安定線グネビアもいるので今いや遅延した方がいい気がする。そしてここでですね。わかるでしょ。もちろんどちらがやれるかまだわからない。チェーンエース打っていきます。グネビアのエース。これどうするっていう。これどのくらい当たるか。チェーンエース。あれーなんか素晴らしい。いや、見たない。チェーンエース下やめて。ボギャップ下やめて。次もですね。で、これでね、ボギャップはいらない。でも俺勝てば勝てない。勝てば。さあ、抜けます。これは打ってます。これは打つ。チェーンエース追いかける。もう全然ダメとかじゃなくて、ダコ処理のために SS だったんですよね。勝てる方が良かったかな。勝てるのはどうなんでしょうか。ちょっとね、だいぶ下でボスにね、今打ちますか。ちょっと絶対打てるよ、これ。どんどん打っていく。さあ、アンデルセンをもうどんどん使わないよね、ここ。使わない。はい、レギオンの処理に回したね。しっかり雑魚処理やっていますね。あ、レギオンね、今レイチ今レギオン下に行ったので使いました。倒しで雑魚処理は優先して堅実にやってるね。そうですね。そしてグネビアも行きまして、アンデルセン右上行けるのか。さあ、ちょっと右上、おっと、はい、行きます。戻ってきましたね。素晴らしい。そして右下さあ、ラッチャーが打ってた。しかしグネビアだったので、いやー、マジごめん、それは。ダメージはまあまあ出ましたけど、倒したいなって感じでしたか、今ね。右弱、さあ、これ、倒しそうですね、高い腕の大丈夫です。アップが、頑張って、帰って。オーケー。わー、アップが、これは使い切れないですが、いらん、いらん、いらん、保管でいい。起きました、ベンベさん。端末起きましたもん。水ー。
りました。いや、ラスケットを狙ってた。まあまあまあ、普通に強いね。優勝やばい、優勝やばい。そうですね、さこれで終わるんでしょうか、このダメージ。強いですが、倒しきれません。まあ、やられはしないです。アネルセンの SS 打ってないっていう風に言っちゃいました。え、クッと、あれちゃん、注文で一回しました。タイミングが合わなかった。そしてここでゴールでございます。さあ、タイム無事で両チームクリアしていただいたので、よかったです。そう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 。ではですね、マシーンが多かった。タイムに行きましょうか。タイム行きましょう。お願いします。どんな感じなんでしょうか。この辺は、まあ、ここはね、落ちてますね。落ちた、落ちた。押していいですか。押してください。はい、では押してください。この後ですね、すごいクリアタイム、クリアタイム9分3…おぉ出ました。おぉー、OK、勝った。ということで、リンクスチームが9分35秒、あぶねー、そしてカーケチームが9分13秒、13秒。いい勝負でした。いい勝負でしたよ。結構ね、逆転とか起きて、そうですね、最後スムーズでしたね、カーケチームが。はい、となりました。ということで、ということは3回戦とも川家チームの勝利なので完勝ということで、完勝、圧勝でございます。でしたら、罰ゲームはもうリンクスチームのみということで、予定通り、ね、予定通り、ね、これね、これ仕方ないですね。これもうね、やばい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 、むしろ全力で動画的に、動画的に、なんかファンも喜ぶかなって言うなら、おすすめ。そうかもしれないですけど、勝負なんですよ、これ、勝負なんですよ。勝負ですよ。はい、ということで、リークスチームの罰ゲームになります。どうぞ。みじ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 、天国へようこそ。いっぱいの幸せを約束してあげる。いせより伝わる我が力、見せてやる。癒してあげるね、ストライクショット。見事、皆さんね、もしもしとあの失笑な感じになりましたけど、大丈夫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 。はい、ということで、以上リークス VS カーケでした。バイバイ。バイバイ。バイバイ。やんないっすよ。クッションだぜ、フロアンデニーズ走ってかか、みんなでやろうぜ、力合わせの友情コンボ、俺が決めるぜ、ストライクショット、クッションだぜ。 X-Flag